本日はブレイキングダウンファイターのレオ選手が公然の面前でとんでもないことをやらかし、警察沙汰へと発展しそうなので、そちらについてまとめていきます。レオ選手はブレイキングダウン戦績3戦1勝2敗、大阪府出身の18歳です。ブレイキングダウン級のオーディションに初出演を果たすと、俺は親父狩りをして警察に捕まっていたなどと衝撃の過去話を行い、同オーディションでは同じグループにいた選手の額を張り手するなど大きなインパクトを与えておりました。そんなレオ選手は上京後、ブレイキングダウン COO である溝口雄二氏の運転手を務めており、溝口雄二氏はレオ選手のことを、俺の親友の親戚で手が負えないから俺が預かっているなどと語っており、溝口雄二氏とレオ選手は親密な関係にあることを明かしておりました。そんな溝口雄二氏の側近でもあるレオ選手はブレイキングダウン10前日記者会見にて、対戦相手でアルセイヤ選手に対して強烈な張り手を3発見回せており、このレオ選手の突然の張り手に対してファンの中では、本番まで我慢できない選手は選手の資格ないでしょ、喧嘩したければ試合出ずによそで喧嘩しときゃええ、一般的に犯罪だし格闘技としてルール違反だし、モラルもないし大嫌い、不良たちのこういうのが見たいんでしょっていうのをタイムラインで流すのはやり方も古い、見たくなきゃ見るな、ツイッター向いてないよってのが一定数湧くけど、それも間違いなんじゃよ、普通に生活してて急にハードコアが目に入るのは不快、くっそきめえこのガキもを出すなよ、試合前にぶん殴るのはさすがに多少なりともダメージ残るだろ、これでペナルティーないの絶対おかしい、ほんとキモい、などレオ選手の張り手に対して批判的な声が多く寄せられておりました。そんな中、12月14日ブレイキングダウン公式 YouTube チャンネルにて、朝倉未来 CEO に一言との動画が公開され、その中でレオ選手は、さっき朝倉未来 CEO と少し話をしたら、俺とブレイキングダウン10で戦ったせいやが俺に張り手をされたことに対して被害届を出そうとしているらしくて、それだけは本当にやめていただきたい、もし被害届を出されたら俺はせいやをしばくことになってしまう、丸さないといけないからな、だから被害届を出すのだけはやめとけよって感じですね、などと語り、ブレイキングダウン10前日会見にてレオ選手から張り手を受けたせいや選手が警察に被害届を出そうとしていると衝撃の裏話が飛び出しております。注目の集まるレオ選手の今後の行方はどうなるのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。